趣味や作法でワンランク上の大人の世界を、その道を極めた人に聞く大人のたしなみ。日常では触れることのない真剣。それを手にした時の緊張感。精神を研ぎ澄ませ、刀と向き合うひととき。剣術を学ぶ生徒にその目的を聞きました。精神統一をした後の気持ちの高揚感とか、そういった面ですっきりしました。集中力が高まりそうだなとは思います。今宵は集中力を磨ける剣術を学びます。訪れたのは去年5月銀座に開校した和のカルチャースクール、翡翠東京。和装、書道、茶道、抜刀の4つの講座があり、抜刀コースは1回90分から始められます。講師を務める隅田水宝さんは剣の道に進んで18年、自らの経験をもとに真剣を手にすることは心の鍛錬につながるといいます。本物の日本刀を使って物を切るということはやっぱり緊張もしますし、集中力すごく使うんですよね。でその集中力使うものを日常の生活の中に取り入れることによって、オンとオフの切り替えがうまくできるようになったと思ってます。ここで剣術を学ぶ生徒の8割が女性。隅田さんは初心者でも刀の持ち方だけを教え、いきなり巻きわらの試し切りをさせます。初めての場合、ほとんどの人が切れないそうです。その理由を教えるための試し切りでもあります。力任せに刀を振っても切れるわけでもなく、例えばちゃんと切ってやろうと思って切っても切れるわけではないんですね。真剣で切るには大切なポイントが2つあります。1つは刀の振り下ろし方。刀を振り下ろすときに切っ先を先に回していくようにしながら、あとは腕の振りで刀を下に振り下ろしていくというのが切りのポイントになります。振り出すとき、肘を伸ばした状態でなるべく大きな弧を描くように振り下ろします。そうすることで刀をまっすぐ下ろすことができるのです。そしてもう一つが刃筋と呼ばれる刀を振る道筋です。刀を振り始めたら刃の向きを変えず一定方向に振り下ろします。下ろしている途中で刃筋を変えてしまうと、力が切っ先に伝わらなくなり切り込めないのです。この2つのポイントを意識して再び試し切りをしてみます。
刀の振り下ろし方と刃筋に集中することで巻きわらを切ることができます。1度目と2度目を比べてみると、刀を振り下ろす角度と刃筋が明らかに違います。刀に集中して切る緊張感と、切れた後の達成感を繰り返すことで体得できる心のオンとオフ、その上手な切り替え方が墨田さんにはあるそうです。一期一会の心構え。今切ってる藁がもう最後の一本だ、もしくはもうこの一本しかないんだというような形、言い方を変えると、この機会は一期一会なんだという気持ちで向き合っていただければ、集中力が高まってうまくいきますよというようなことをお話ししています。常にこれが最後の一振りという心構えで刀と向き合うことが重要だと墨田さんは語ります。集中力を磨ける剣術、体験してみてはいかがですか？